こんにちは、ゆうぼうとチャンネルです。今日はこちらのですね、こたつですかね、こたつの熱を発するところ、ヒーターですね。このこたつも買ってからだいぶ経ちますし、まあ、古いこたつなのでこういった出っ張ったヒーターがついてます。今回これを交換したいと思います。交換しますヒーターはこちらの、ヤマゼンというメーカーの取り替え用こたつヒーター600ワット。この同じ形のタイプで、単なるスイッチだけのもあるんですけども、一応こちらのように、手元でリモコンでこう強弱をつけれるやつにしました。値段はちょっとお高め、6458円でした。で、私のこのこたつはですね、この標準でいくと29センチ角になってますね、この裏が。29センチ角になってます。さて、まずこの取り付けたネジを外します。そうですね、外れました。はい、収まりました。約半分の高さになりましたね。横から見るとこんな感じです。だいぶすっきりしたと思います。交換する前とちょっと比較してみます。だいぶすっきりしたと思います。あとはこちらのリモコンですね。これで強弱できます。上側、これをこう差し込むと、差し込まりました。それでは電源を入れてみたいと思います。スイッチオン、4強。まあ、うまくいきました。思った以上に簡単でしたね。はい、これで、足を入れても、足を入れても当たらないんですね。これ見てください、ほら当たんないですね、足がね。前はここ当たってましたからね。はい、というわけで、今日の動画は、こたつのヒーターを交換する動画でした。また見てください。ありがとうございました。